よし、戻ってきたぞ。トイレも行ってお茶も汲んだ。そして頭が痛いので五苓散を飲んどいた。あの気圧で頭が痛いのか興奮してるのかわかんないけど。ここって前のとこ？別の場所？あ、開かない。開かないってよ。ん？これは開かない。え、あれ、でも今降りてきたんだよね。これなんだっけ。それあった？あ、そこに使う？あれ、ここ新しいとこ？あ、これこれ。やっぱ前と一緒だな。これ使ったもんね。ん？また戻ってきたのか。こうじゃん？他にないんだよね。これじゃん。戻れる。あれ、今乗ってきた。なかったでしたっけ。こっちは。え、でもこっち来た方だよね。いや、もう行きたくない、そこ。そこ行きたくない。行けるけれども、そこもう行きたくない。あれ、ここってあ、ここあの下のところ、B1 階かな。あ、だね。え、あの爆弾は平気なの？どうなったの？ここはどうなったの？待て待て、こっち？あ、待って、こっち行く前にここ見て、あったよね、ここ。懐かしの。これでだ。ここは動いたまんまか。特にない。あ、押せないね。待って、何するんだ。爆弾は平気なの？爆発するっていう自爆装置は平気なの？どうなってる。待って、こんなトロトロしてるうちにまさか自爆するんじゃん。鬼畜仕様でどうあがいてもなんか自爆みたいな、なんか実は内部でタイマーが作動していてみたいな、そういうのある。そんな今自爆したら高場切れちゃうよ。更年期かもしれないから切れちゃうよ。命の母飲まないと。待てい、ここのマップ、待て待てで一回冷静になろう。ちょっと待って、ここのマップ前撮ったな。写真。写真、写真。どれだ？ B1 回。これ。はい。あれ、ここ敵いたっけ？あ、いたよね。なんか倒さないで逃げちゃったやつが残ってるかも。え、あれかな？なんだっけ？待て待て、あ、違う、これじゃないわ。これ違う方の地下1階。あ、こっちこっち。危な、間違えるとこだった。あの、お部屋
誰だっけ、マーカスかパーカーどっちかの部屋。あ、パーカーって書いてあるかな。どうする？右から、こうのいきなり間違えてる。ヒンヒンヒン、いるわ。あっち側、待て待て、落ち着け。聞こえない。聞こえないぞ。反対側だな。ここにいる。おし、危な。待って待って。あ、この、これがあるじゃん。この子を目印に、で、左側にあの棒みたいなやつがあるはず。これ。そして、それの、正面。落ち着け。ここにいるな。ちょっと待って、見失った。待て待て待て、マップマップマップ、マップ見たいんだけど、あの目を離す。こっちから来てる。あ、ここ行った先だ。怖いよ。こっちにいる。それは無視。反対側なら無視。待てよ待てよ。あ、ここよし、今よく冷静になった進もうとしてた。ここここに何かある。わお、キンバリーを追ってきたのね。キンバリー、一緒に地球に帰ろうよ。自殺しちゃったってこと？かわいそうに。でもやっぱローラはちゃんと感情があるね、しっかりと。かわいそう、ローラがとっても。助けるルートとかもないのかな、多分。もう生きて帰らないと。生きて帰らないと。キンバリー。キンバリー、どうするの？あ、でも泣いてる場合じゃないって。冷静になった？でもちゃんとさ、涙も流せるんだね。あ、あ、キンバリー NOV9。 あ、日付かな、ちょっと何月かわからないんですけども。あ、
ノーベンバーが何月かわからないんですけれども申し訳ない。でもキンバリーが、あなたは今頃眠ってるのかしら、なんだか眠れないわ。私、地球に帰ったら提案しようと思うの。コールドスリープにもダブルベッドが必要だってこと。あ、パーカーか。同感だよ。僕も眠れなくて、たった今、羊が5万匹を突破したところだったんだ。キンバリー。ね、何か話して。パーカー、どんな話？キンバリー。あなたが子供の頃、夏休みに幽霊屋敷で冒険した話。パーカー、もう何十回と話したじゃないか。キンバリー、私、あの話好きよ。特に友達のビリーが頭にバケツをかぶって走り回ったってくだりが。パーカー、ならもっと面白い話があるから明日の夜してあげよう。明日は朝から倉庫の荷物を移動させないといけないからな。今夜は無理にでも寝るとしよう。キンバリー、そうね、おやすみ、おやすみ。あ、これが聞きたかった話なのかな。あ、13日、パーカー、今度の仕事が終わったら俺は生まれ故郷に戻って親父のように農園で働こうと思うんだ。もしよかったら君も一緒に来てくれないだろうか。キンバリー、あなたのボディーガードとしてかしら。パーカー、心のね。キンバリー、喜んで行かせてもらうわ。パーカー、故郷の町の近くには森に囲まれた静かな湖かながあるんだ。そのほとりに白い家を建てよう。庭には一面に緑の芝生、生垣かなには赤と白のバラが咲いてる。光が跳ねる白い椅子とテーブルを並べよう。君が焼いたケーキを家族みんなで食べるのさ。どうだい？いいアイディアだと思わないか？失礼。キンバリー、ええ、素敵ね。パーカー、ちょっとまだ読み切れてないんですけれども、最後のとこ読めてないんですけれども、後で見ます。でもキンバリーとパーカーはこれ思い合ってたんだね。この船内で結婚式あげたってことかな。 OK？セーブする？もう終わりな予感しない？セーブする？救急車も来たし、うちの近くに。セーブするか。なん、戦う？ラスボス戦とかある？救急車来た。あといくつあったっけ？いや、こっから何回やり直すかなんだよね。問題は。あ、でもやったことといったら、一回、待って、ここで4使っちゃうでしょ。そしたら10回しかやり直せない。あ、嘘、4使ったら11回やり直せる。もうセーブしないぐらいの気持ちで、これが最後の最後なら。それならいける？ここ出てなんかすぐ戦うみたいなイベントになったら嫌なんだよね。でもセーブしたのはあれだよね。あのリフトのとこで一回セーブしたよね、私。してなかったっけ？したよね。記憶がだから、ここのここに来ただけなんだけど、すっごい悩んじゃうんだよね。ここまで来てってで、散々さ、やり直すって言ってたんだけどさ、あのさっきの長いとこもうやりたくないの、二度と。すんごいあのプレッシャー感じてたから。あ、でもマップ分かってたらできるかな。戻るときは慣れたら、まあ早くは帰れるけど、最初からやり直すとしたらまたあそこやんなきゃいけないでしょ。すんごいプレッシャー感じるから、心臓に。よし、ここセーブしよう。一回セーブしよう。悩むが、セーブしよう。いい。ここ出て死ぬかもしんないから。はい、2回押す。
必ず2回押す。私はミスを犯した、一度。許せない自分も許せない。23ね、オッケー。23ね、おし。これで何も怖くない。いや怖いいや死ぬのは怖い。だってロード2使うから。待て、わあ、やば、この状態で揺れんの、それは勘弁。待て待て、来た道帰ろう。その方が確実、多分。最後のとこがちょっと分かりにくいんだよね。ここ、棒でしょ？そう。で、ここに、車があって、そう。リフトがあって、リフトがあって、で、こうよ。リフトがあってこうよ。迷ったよリフトがあってこうよ。ちょっと待って、リフト、リフト、待て待て迷子だよ。ちょっと待って、リフトのところもう一回、もう一回。あれどこ行った、どこ行った、マップちゃんどこ行った。はい、待って、私を落ち着かせて、冷静にさせて。横のとこ来た。そんでリフトちゃんいます。ここがなんかね、部屋と道になってて、これが分かりにくい。高場は非常に。そんで、あれ戻ってきた迷子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 。マップ見てんのに、なんか揺れてるから分かんなくなってきちゃった。こっちこっち、どうどうどう、敵いないけど。あ、この辺、この辺ちょっと迷っちゃった。音ないの超怖いんですけど。あ、この辺、この辺の、これどこ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 、私どこ、私どこ、あ、これら辺の道あんじゃん、ここら辺の、あ、絶望絶望。あれ帰ってきた、帰ってきた。結果的に帰ってきたからいいや。待て待て待て、冷静になる。敵はいない、敵はいないんだから冷静になってごらんまず、はい、この道入ります揺れんな揺れんな。はい、この道入りますでしょ、この道入ります、うねうねします、右行きます、で突き当たりまで走ります、走ります、あんで車あります、曲がります、はい、で折り返します、でここ行きます、でここで迷わない。ここはここに道がある、こう、こう、あ、で、さらに、こっち行きます。こっち行きます。で、あ、で、この辺の、あ、ここあります。やばい、ここセーブした方がよかった。そして、ちょっと待って、マップ。いや、怖いんだけど、どうしたらいい？待って待って待って、どうしたらいい？ここの音怖いです。おーびっくりした、ここも撃てるんだ。戻る、わなわなしてるから戻る。
はい。セーブします？セーブします？ね、セーブします？ね、セーブします？これでどこに行けるの？さっきんとこ。閉まってるくない？上がります。それ1階ってこと？あ、なんかどっか行きます。どっか行きます。それどこです？セーブしたい。 いや大丈夫、さっき敵いなかったし大丈夫。帰ってくるだけ、帰ってくるだけ。落ち着け、冷静になれ。そんなところで4使っていいわけがない。待て待て、集中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 。それで？持ってる持ってる。何？そんなバカな。あ、君がいなくちゃ。君がいなくちゃもう何も。ローラ？聞こえるかい？デビッド。僕だ。デビッドだ。ジョージの部屋のコンピューターの中から船内スピーカーを使って君に話しかけてるんだ。デビッド。生き返ったようだよ。ああ、僕は生きてるんだ。もう安心していい。僕が君の行き先を教えてあげるよ。本当に？デビッド。言ったろ？君を一人にさせはしないって。さあ、行こう。ありがとう、デビッド。最初の頃そんな好きじゃないとか言ってごめんね。助けて。お願い。愛してるから助けて。すごく愛してるから。どうすんの？避難してください。はい。自動爆発プログラムが開始されました。本線は180秒に爆発します。え、やっぱり時間もある。どっちどっち？まっすぐ左へ。左。大丈夫、落ち着いて。右だ。右。まっすぐ。近くに敵がいるぞ。え？待って、デビット、敵はどうしたら？耳だ。嘘つき、だ、来ますぐって。敵は教えてくれんの？来たぞみたいの。耳だ。右。近くに敵がいるぞ。え？耳だ。なんで右だって言うんだけど、クラピカだった？デビットは。耳だ。デビットはクラピカだった？大丈夫。落ち着いて。はい。あんま喋んないよ、高場。左へ。左。ちょっと胸熱な展開でも。デビット助けてくれる？デビット、あの、撃てとか言ってくれる？あの角を曲がればもうすぐそこだよ。きっと帰れる。それフラグ。きっと帰れるから。それフラグ。僕と君の故郷に。それフラグ。さあ、こっちだよ。扉を開けて。これ信じていいの？いない？ね、デビットいない？乗員に次ぐ
地球避難してください。やばい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 、走んなきゃ。60秒後に爆発します。やば、あと60秒しかないってよ。デビット、どう？間に合ったん？ここで、ここで、あれ？残りの60秒はいいってこと？ここに来れば OK？ でもデビットのメモリーあったら連れて帰れる？デビットも。あ、ねえ、もうさ、乗ってない？もう脱出のやつ乗ってない？やっぱそれなんだ。そう、二進数のやつ絶対使うんだね、そんな緊急みたいな時にも。ローラ、え、ねえ、これクリア？絶対ラスボスみたいなある？宇宙船での戦いある？シューティングゲーム始まったらどうしよう。あの弾幕系の泣いちゃうからね、泣いちゃうからね。やっぱ綺麗だなローラは。もうデビットの声は聞こえないの？ここでは。いけいけ、もうそのまま脱出しろ。もう高場に何もさせるな。いけるいける、いけるって、すごいドキドキしてる。この先があるのかないのか、それを一番ハラハラしてる。頑張れローラ、いける。結構 G がかかってそうか。頑張れ、いけるよ、いけるよ。もう緊急停止とかしないで、ジェットコースターみたい。頑張れ、いけるよ、超いけるよ。それ大丈夫？そんな蛇行する必要あるの？そのなんか射出コース、危なすぎない？やばいやばい、それ自動でやってよ。高バニア製とか、ほら危ないってば、危ないってば。何のためのコースなの、そこ。発射用には作られてなさそうな。頑張れローラ、いけるいける、いけるいける。高場にやらせんなよ、ローラの方ができるから、信じてるから、ローラを全面的に。いいよ、すごくいいよ、すごくいいよ。いけいけいけ、よーし、綺麗、星空。あ、爆発した。かっこいい！やったぜ。助かるよね。ローラは助かるよね。頑張った。ローラ、そして私。終わりだよね。ローラ？え、あ、またコールドスリープに入るのか。ボイスレコードナンバー024、ローラ・ルイス。ビークル時秋から小型船で脱出に成功しました。パーカー、マーカス、ロニー、ジョージ、キンバリー、デイビッドの6名は死亡、生存者は私、ローラ・ルイス1名。これから地球に向かうためコールドスリープに入ります。しまったローラ、ナイスプロポーション、最後にセクシーをありがとう。
どう？デビットは？あ。ああ。地球は今晴れているかな。デビット、一緒にでも帰れるかもね。デビットとローラは。やったー！はあ。待ってたこの時を。キンバリーも連れて帰りたかったな。せっかく生きてたから。なんかね。今さ、やっぱ容量的に厳しいけどさ、なんか頑張ったら全員連れて帰れるエンドとかあったら面白いね。懐かしいけど、やった超嬉しい。一回であの、なんていうの、この、絶対さ、最後の方ポイント使い切っちゃって最初からやり直しなんだろうなって思ってたから、正直。それぐらいの気持ちでやってたの、セーブの回数とかも。ギリいけたわ。ちょっとしかもさ、最後のあのデビットが声で案内してくれるとこちょっと胸熱だった。いや、高パ結構このエネミーゼロ好きだよ。なんかあのレビューはさ、賛否両論になってたんだけど、確かにめちゃくちゃ難しいし、さっきのさ、セーブのできない間が長すぎたりとか、そういうところはあったね。あとセーブの回数決まってる。でもまあそこもすごいさ、緊張する要素としてはすごい良かったかも。怖かったし、ハラハラする。一回一回に真剣っていう戦う時ね、なんか慣れてきてもやっぱさ、ちょっとしたミスで死んだりするし、気抜いてるといつでも集中力が必要っていうところがだね。あの唯一多分もうちょっと遊びやすくするんだったら、その銃を貯め続けたらキャンセルされなかったらもうちょっとやれたって人もいるかもね、最後まで。あのピュンってキャンセルされちゃうタイミングが本当に難しくて、あの撃てるさ、タイミングが本当に幅が狭いっていうの。距離も結構近くまで来ないといけないし、ギャーって泣いてすぐ撃っても外すのよ、遠すぎて。だからギャーって泣いたら、こうなんていうの、一泊待ってから溜めて、なおかつ一歩自分が近づくぐらいの気持ちで撃たないと、あのピュンってキャンセルされちゃうから、そこが難しいね、自分との戦い。なんか焦りすぎるとまた外れちゃうし。あ、でも面白かったよ。私はね。あとこのなんかストーリー的な、ストーリーは結構なんかエイリアンっぽいなとは思ったんだけど、あ、でもまあ宇宙感あってよかったなっていう。あとこのやっぱさ、音で敵を判断するっていうのもあんまなくって、他にないもんね。全く見えない敵、右左で判断、音で判断するとか、そういうシステムはすごい面白かったから、なんかまあもうこの時代にリメイクされることはないのかな。俺この会社はなくなっちゃったのかな、わかんないし、なんか作った方ももうなくなっちゃったのかな、よくちょっとそこら辺わからないんだけど、もしリメイクされるんだったら、なんかちょっとシステム面遊びやすくしてやってほしいね。でさ、ハードとかだったらこれと同じ難易度でもいいかも。なんかノーマルぐらいだったら、まあセーブ回数とかも決まってていいから、銃ちょっと撃ちやすくしてくれるとかね。範囲長いとか。そういうのがあったらもうちょっとみんな最後までできたかなっていう。確かにこれは投げちゃう人いそうなぐらいの難易度だったね。タカホン投げるかと思ったけど。あそこの最後の最後で、なんか一回さ、あのその長いフロア進んでいくところでやられたときは一瞬やめようかなって思ったけど、でもクリアしたくてよかった。なんかムービーもいっぱいあって、あ、ただちょっとさ、調べるときに毎回ムービー挟んで飛ばせないから、こう探すときには時間かかっちゃうよね。そこはちょっともっさりしてるけど、まあ昔のゲームだししょうがないかなって。まあでも調べられるとこ少ないから、そこまで時間もかかんないし。だね。なかなか、高場は気に入りました。偉そうに気に入りましたとか言ってるけど、面白かったよ。
なんか何回も言うけど銃貯めたらもうちょっと、もうちょっと待ってほしいビューって貯めるやつあのキャンセルされないでって思う。そこだけだね。あとなんかイージーモードとかだったらさ、左下にあのトレーニングの時みたくミニマップ出してあげるとかね、そうやってこうあったらもうちょっと評価変わったかもっていうゲームかな。そうだね、今クリアしたからこんなのんきに喋ってるけど、さっきまではもうやめてやるって思ったから最初っからいんだったらやめちゃおうかなって思ったからねそれかあのなんかそのみんながコメントに書いてくれたさ、あのベリーイージーモードのやつ買っちゃおうかなとも考えたけど、でも悔しいからせめてセーブロード、あのエネルギーの量が決まってるやつでクリアしたかったから。あ、これが使っ、あ、これサウンドスタッフさん。結構音楽とかも良かったな、好きだったよ。流れたやつね。でも大体が無音だよね。あのピンピン聞かなきゃいけないから、エリア歩いてるとき、それも結構怖かったかな、逆に。ピンピンとさ、あのちっちゃい子のなんかビャーっていう鳴き声聞かなきゃいけないから。あとこれ絶対あれだね、あのスピーカーじゃなくてイヤホンでやった方がいいそう、聞き分けなきゃいけないから、静かな部屋であのイヤホンでやるのおすすめします。一回倒し方さえ慣れたら、あとは自分との勝負だね。自分の心とのまだまだっていう、あのやっぱ気が焦ると早く指離しちゃうから、敵を引きつけるっていうのがまた怖いね、一撃死なのにっていう。で、あの長いセーブできないマップだから、最後のあれが怖かった、すっごい、とっても。あ、でも一回クリアしちゃったらあのマップとかもう分かってるんだったら、そんなにクリア時間はかかんないかもね、敵の倒し方だけで。あとマップどこ行けばいいかって、最短ルート行けるんだったら。ちょっとマップがね、私あの動画見ながら作ったから本当にこんな感じなのか分かんないんだけど、だいたいあのこっちっていう方角だけ書いてきたこの辺にあったよみたいなので、一応クリアはできたから。ただもう一回遊ぶかと言われたらあそこがな、あの長いとこもう一個セーブ挟んで欲しかったわ。なんかさ、最初のとこ3マップ行ったら1回部屋あってさ、あのデビットのなんかヘルメットみたいなとこから強い武器取ったじゃん、打ち放題の。そこで1回セーブしてさ、その次がさ何個だろう、 1,2,3,4,5,6 か7ぐらいフロアみたいなところをセーブできなかったんだよね。そこにさ、もう一個真ん中にセーブポイントあったらもうちょっと遊びやすいねなぜあそこだけあの距離にしたのかと思うんですが、あのキンバリーと喋った後セーブできると思ったのに。ボイスレコードナンバーあ025ローラ・ルイス、地球の青い空を確認しました。帰ってこれた？真っ暗、どうなる？これでおしまいなのかな？タイトルにも戻んない？これでおしまいなのかな青い空見えてないけど、こちらには多分、あ、戻った。あー、でもローラはちゃんと青い空確認できたんだね、コールドスリープから目覚めて。いやー、なかなかの難易度、これは確かに。そうだね、やっぱ緊張が続くってところだねめっちゃ喋るけどちょっとこう思いがちょっと深すぎてでもやっぱホラーとしては本当に緊張するし怖いと思う。
その死ねない一撃し、距離が短い、なんか銃もすぐピャンって消えるしですぐ2匹いると音が混ざって混乱する、どっちから来てるか分かんなくなるし、あとマップがすっごい迷路空間把握能力とかある人だったらさ、走りながらこう自分の頭の中でうまく作れるかもしれないけど、ちょっと難しかった、同じようなマップばっかで、半ばそれは今回できなかったね。でもまあすごい面白いゲームでしたクリアした今となってはね。なんでみんなももし持ってる人とかいたら一回もう一回引っ張り出してね、まだクリアできてないよって人いたら、そのなんかさっき言ったなんだっけ、安いバージョンみたいなやつだと、そのベリーイージーだっけあって、それはセーブロードやり放題って言ってるから、それがあったらまあクリアできるかなって。あ、でもあの長いマップがね、そのセーブできないとこがいけるかだよね、集中力が続くかってとこで。でもまあみんなにもやってほしいなみんなにもやって、あのこのクリアした時のわあ終わったっていう、なんかそこを感じてほしい今すごい解放感の、これ本当は今日プレイするまではすごい、ああ最初からになったらどうしようっていうちょっと憂鬱な気持ちで始めて、なんかもう偏頭痛もしてるしだったんだけど、今クリアできてすごい嬉しくて饒舌に喋ってる。もういつ終わんだって話なんだけどね早く話を終えろって話なんですけれども、まあそんな感じで、じゃあ皆さん見てくださって本当にありがとうございましたね、ちょっとうまくまとまんないな。まあでもとっても楽しいゲームだったんで、もし機会があったら皆様もどうぞ遊んでくださいませ。じゃあまた次何かの実況でお会いできたらと思います。それではまたねー。